SR5300系東岡崎発通稲行き全面点呼。名古屋本線東岡崎伊東を走る SR は早朝の1往復のみになってしまいました。この日は5300系での運転。 5304F は昭和61年製造。太陽に向かう全面展望をモーター音とともにお楽しみください。東岡崎発稲行きの前運用は岩倉発東岡崎行き。夜明け前の岩倉を出発、犬山線で名鉄名古屋。名古屋本線鳴海を出ると正面に朝日が眩しく、途中で優等列車に道を譲りながら新安城、そして太陽に向かいながら東岡崎に到着すると、そのまま通稲行きになります。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。普通機内機です。バスに乗ります。
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
豊橋ですが、JR との共用区間があるために、普通列車は今までしか行かないんですよ。豊橋へは、急行、特急しか行けません。伊那には電流線もありますね。折り返しは、普通、東岡崎行き、引き続き犬山行きになりますよ。